よ。そりゃ寒いんだよ。くせえ飯って言うけどよ、一度食ったもんにしかわかんねえ味なんだよ。声出ねえよ今日なんかもう。ほんとね、先週ね、ポプリにて食わされたじゃん。あれから声がね、塀の中よ。あと玉川良一、玉川良一だっていうね、声で統一されてんですよね。今あれだよ、ちゃんと頭のアップスのジングルから聞いてくれた人は、あ、伊集院光の声が調子悪いんだなと思うけど、おっさんとか寝ぼけてつけたら、小沢昭一だと思って俺のこと、最近の固定所属なんてもんは、なんて話し始めたらもう、100%、小沢昭一的心ですよ。この声の出ない時はダメだね。面白いことを思いついたらすぐなんか言おうと思うんだけど、声が出ないって分かってるから、なんつうんかな、俺の言う面白いことっていうよりも声が出ないのに喋ろうとしてる人の方が面白いじゃん。この声の方がもう全然面白い状況じゃないですかね。だから今日はね、この声でずっと2時間喋るのも大変なんで、企画を変更して、エリチエミ名曲集というか、エリチエミの音楽をずっとかけてるってのはどうでしょうか。タイトルコールがもうすでに面白そうだもん。まあ、行きましょうか。阿部寛司の塀の中のプレーボール2。改めまして、こんばんは、阿部寛司です。何なんだろうね、これね、声出ないんだよね。でね、先週番組を終わる方ぐらいが調子悪くなって、で、一回ね、金曜ぐらい持ち直したんだよね。でも土曜にね、第1回、マヨネーズ好き王選手権っていうの司会やったのがまた寒い中、マヨネーズ好きなやつが100人ぐらい集まって、こいつらが話聞かねえんだよ。で、ロケする場所がないからさ、予算ない分の番組だからさ、高島平かなんかの方の公園で寒い中、マヨネーズ好きってやつが100人集まってさ、こいつら黙ってる時はマヨネーズ食ってる時だけだから、もうぐわー騒いでそこにもう仕事行って、あ、すごかったね。見た目は何のジャンルの人だかわかんないのよ。老若男女みんな揃ってるから、おばあちゃんもいれば、ガキもいるんだけどね。で、普通の小ギャル風のやつとかもいるんだけどね。こいつは全員死ぬほどマヨネーズ好きなのよ。だって、撮影やってるから、それじゃ次のセッティングまで20分休憩ですって言うと、公園のベンチ座って、ポケットからマヨネーズ出して食ってるやついるんだぜよ。まんまマヨネーズ食ってて、その場で友達になったマヨネーズ仲間と、これはキューピーのわさびマヨネーズなんだけどどうかなっていう感じの気持ち悪い交流してんだけどね。で、そんな中でさ、もうマヨネーズ談義に花咲いてる中さ、撮影再開してもこいつら、俺がマヨネーズ王選手権って言ったら、おーって言ってくださいって、マヨネーズ王選手権って後ろの方でプリプリキューチュープリプリキューチューって聞こえてるだけで、大目そうねえんだよ。これでもう大騒ぎしてるうちにね、今日はね、こんな声ですよ。ねえ、まあこんな声でですね、昭和の歌姫、エリチエミさんの、テネシーワルツからですね、うちにおいでよまで、全30曲をエンドレスで聴かされるという、まあでも考えても見てくれよ、お前。ラジオなんだからさ、この声だったら休ませてくれって言うんだよな、どう考えてもな。この声の時にもう事務所の持ってくる仕事はマヨネーズを制してんだろう、もうね。しょうがないよな、もうな。まあ、こんな調子で行きましょうか。じゃあ、1曲目。井上陽水、奥田民生でありがとう。夕食万歳でーす。ゆうきつむでーす。料理は勢い。だから、大きい声出さないで、ちっちゃい声喋ってりゃいいんだけど、なあ、いいんだろうけど。ほんとね、出ないね、声ね。で、声出ないとなると、家でする娯楽も限られてるじゃないですか。で、ちょっとね、この1週間ぐらいはね、趣味のコレクションの方をちょっとね、充実させようと思ってね、
の野球漫画コレクターなんです僕は実はね。もともと水島新司マニアだから、水島新司の漫画をいっぱい集めてるところから始まって、でいろんな野球漫画集めてるんだけど、で今日もね、神保町の古本屋街、神田の古本屋街にね、俺の知らない野球漫画を求め、野球漫画ってね本当にね数限りなく出てるんだよ。最初のうち俺はメジャー系が好きだったのね。いわゆるチャンピオンで連載してるドカベンとか、それ古くはジャンプで連載してたアストロ球団とか、メジャー雑誌が好きだったんだけど、最近は見たこともないやつあんのよ。しかも2巻や3巻で終わっちゃったようなやつとか、俺たちが見ないような漫画あんやんか。親父の漫画、漫画サンデーとか。少年サンデーじゃなくて漫画サンデーとか、あと、それと、なんだろうな、結果の鬼兵とか連載してるやつ、週刊漫画とかさ、あんじゃん、よく中華料理屋、トラック野郎系が行く中華料理屋に行くと、やたらこう並んでるような、週刊漫画なんだろうけど、まず見ねえなっていう、劇画雑誌っていうのかな、ああいうのとかちょっと載った野球漫画とかを集めてくるのが好きで、で今日ね、あんまり金ないのにね、神保町行ってね、俺の行きつけのそういう古本の、漫画専門店行って見てて、ポイントっていうのは、俺の中でのポイントっていうのは、まずは、隠れた名作とかってそういうのは、結局最近復刻版とか文庫版で出るから、それは別に古本屋で金出して買うことはないやと思ってるんですな、いつでも出るんだから。じゃなくて、打作隠れて当然の打作それに関してはさ、復刻版出ねえじゃん、どう考えたって。それを探してくんで、今日ね、金結構使い果たしちゃってね、残り5000円ぐらいしかない時に、最後にちょっと入ってみようかっていうね、漫画屋にあったのがね、俺の甲子園っていうね、ありそうなタイトルでしょ？ありそうなタイトルだけど、未だに見たことなかった。俺の甲子園っていうのが、3冊こうビニールでパックしてあって、3巻こうもうみんな、1、2、3が揃ってるから、5000円ですっていうのがあってさ、あんじゃバラバラで買うとちょっと安いんだけど、もうその店で全部揃ってて、こうパックされちゃって、もうこれ丸ごとで、もう希少価値ですって5000円っていうのがあって、で、もう1個が2巻揃ってて、もう1個がね、影武者ジャイアンツっていうのがあって、これ両方ともこの野球漫画バカの俺が、もう見たことも聞いたこともない漫画なのよ。でいて、俺の甲子園の方は少年画報社。少年画報社って言うとね、昔ね、一時下手したジャンプより売れてたよな、少年キング。今かろうじてヤングキングって残ってるけど、元になった少年キングって言ってね、当時はね、銀河鉄道39とかそこでやってたんだよ。それと、あと何やってたかな、少年キングはね、漫画道、藤子不二雄の漫画道もあれ最初キングじゃないかな。あと、ホエロ若虎ってこれも野球漫画なんだけど、その少年キングの、もうすでに休刊になった少年キングから出てた、俺の甲子園っていうのが3冊パックで1個あって、でもう1個の影武者ジャイアンツっていうのは、放置新聞社なの。漫画出す会社じゃないじゃん、放置新聞社で。どっちにしようかなと思ったんだけど、漫画が長く読みたいからと思ったんで、同じ5000円だったら今回は、3冊、3巻の方行ってみようかなと思って、この、俺の甲子園を今、これ持ってるんですよ。買ったんですよ。で、どういうストーリーになるのかなと。ね、したら、これね、田島英二さんって漫画マニアとか漫画好きな人は知ってるんですけどね、週刊アクションとかに結構連載してる、ごめん、風間英二さんっていう人が絵描いてて結構俺好きな絵なんですよ。でいて、原作者もコロコロ別なんですけど、神保四郎っていうのは、3位は V の原作者だから、このコンビだったら面白いんじゃないかなってのもあって、買ったんですけどね、これがね、ストーリー的にはね、一応3巻に分かれてるんですけど、1巻が立志、心が二つと書いて立志編。で、2巻が野望編。で、3巻がルテン編っていうこの3巻になってるんですけど、まずね、立志編でどういうことを心出すかっていうとね、一人のね、大金持ちの御曹司の高校生が、日本中からすごいこう、中学校3年生を集めて、すごいバッター、ピッチャーを集めて、これで、誰も成し得なかった甲子園5連覇。要するに最初の、
春夏、夏春夏春夏の5回を全部優勝するという野望を持ってる奴が出てきて、この立志編っていうのはほとんどそいつの物語なんだけど、その立志編の最後の方で、それになびかない奴が一人出てくるのよ。敵に、その作戦にはなびかないっていう奴が出てくるんだけど、立志編が全部でね、230ページあるうちのそいつが出てくるのは最後の20ページぐらいなんだけど、どうもそいつが主人公らしいんだよ。その最初の志したやつじゃねえんだよ。そのなんかなびかなかったやつが主人公で2巻に続くんだけど、ここまで試合を1試合もやってないよね、こいつはね。あれこれ3巻で終わんのかっていうのが俺なり疑問になるわけよ。でしかもその仲間集めをしている金持ちの元にもまだ仲間が一人も集まってないんだよ、この時点で。で2巻で仲間になりそうなやつが出てくるのね。でそいつとこの試合に勝ったらお前をは、要するに金持ち側が勝ったらお前は仲間に強制的になれって言って、負けた場合はもう手出しはしないみたいな約束するまでが2巻。まだ試合あんねんだよ、これが。これで、3巻目で、いよいよ試合をやるの。でいて、その、なんか、かけたチームにいるキャッチャーが、試合に負けて、その大金持ちのところに入ってくるわけ。でいて、久々に思い出したのが、最初に拒否してたやつ、ね、そいつは違う学校に行って、その違う学校が荒れ放題で、でいて、もうその荒れ放題っていうあたりで、ラスト30ページぐらいになっちゃってるから、嘘と思ったら、最後の一コマでそいつがその学校のスケバンに、主人公が、利き腕をドスで刺されて、続くってなってんねん、これ。でももう手に入んねえじゃん、こんな漫画。だって古本屋10軒ぐらい回ったけど、これが置いてあったの1軒だけだもん。しかもその1軒で、3個こうパッケージにしたって3巻セットになったら全3巻で終わりじゃん。これただね、もしかしたらなんだけど、俺の子供の頃の記憶だと、少年キングっていう雑誌は、ある日突然廃刊になったの。今まで応援ありがとうって言って、もうその雑誌自体が終わっちゃったから、この俺の甲子園っていうのは、この主人公らしきやつがドスで右手を刺されて終わってるのか、もしくはこの後も続いてて、その古本屋がたまたま3巻まででパッケージにしただけで、この1巻が立志編、2巻が野望編、3巻がルテン編で、こう4巻がこう、なんでしょう、例えば脱腸とか、5巻がなんかこう、うな丼とかそういうこう、続いてるんでしょうか。これがわかんないです。今日は2大謎なんですよ。1個は、影武者ジャイアンツ。このストーリー。なんかね、影武者ジャイアンツ表紙にね、ジャイアンツの帽子をかぶった男が二人こうアップになってるだけで、ストーリーらしくもバックされちゃってるからわかんないんですよ。作者も聞いたことがない人なんですよ。これがねわかんないんですけど、放置新聞社が書いてるってことは、あんまりジャイアンツをバカにしたことはできないわけですよ。あそこはジャイアンツのグループですから。でどういう風になってんだろう。しかも影武者ジャイアンツって主人公二人もいて、2巻で終わってるらしいんですよ。それはどうもパッケージから言うと分かんないですよ。3巻4巻があるのか分かんないんですけどね。で、まあ、今日そもそも探しに行った雑誌、漫画ってもう一個あって、もう一個は、サイボーグ二浦っていう。これ僕が、弟が幼稚園の年少だから、それが虫歯になった時に、町屋にあった歯医者さんについて行ったんですよ。じゃあそこのところにやっぱり大人しか見ないような雑誌、当時何の雑誌だったかわかんないんですよ。その頃は、ビッグコミックスピーツ系、まあ当時スピーツはありませんけど、ビッグコミック系ですらもあれは大人の雑誌っていうふうに分けてましたから、それがその漫画サンデーなのか、週刊漫画なのか、近代麻雀オリジナルなのかわからないんですけど、そこで1話だけ見た漫画で、劇画だったんですけど、サイボーグ二浦って言って、ジャイアンツの二浦、皆さんご存じないかもしれないんですけど、巨人から、巨人のエースだったのが、クビになって、
韓国プロ野球でいきなり30勝の大活躍をして2年ぐらい経ってから韓国から今度は横浜太陽に戻ってきて、やっぱり結構貴重な戦力で活躍したピッチャーなんですけど、この二浦が結構マウンド度胸がなくて、あのブルペンではすごい良かったんだけど、マウンドに行くとあのどうしてもこう伸びの心臓って言われたんですけどね、バッターが怖くて本領を発揮できなかった頃、ルーキーの頃に出た漫画だったんですけど、あまりにこう度胸がないからサイボーグにするっていう長嶋監督の決断から始まる。確か時速に約80キロの球投げてたんです。その時スピードガンがなくて新幹線より速い球を投げるっていうような規律があったんですけど、それが単行本になってるのかどうか、あとあのやっぱり僕の知らない野球漫画ってのはやっぱ結構やっぱあるんだなっていう、今日もお前もちょろっと友達からそんな話してて、友達がちょっと買ったやつも借りてるんですけどね、号泣一人っていう漫画があるんです。これマガジンに連載してた、これ一応友達の持ち物なんで僕手に入れたいんですけど、俺の目の前で300円で買ってるのに今もう3万円まで値段上がってるんですよ、僕が買い取る時には。売ってねえか、もう売れてないらしくて、号泣一人、号泣一人すごいんですよ。これはもうストーリーがもうすごいんですよ。アメリカ大リーグの誘いを蹴った号泣っていう手紙では武田号泣ですよね、武田号泣があのパイレーツっていうパリーグのチームに入るんですよ。でものすごい号泣を投げます、名前の通り。これで言ってものすごい活躍をするんですけど、これ単行本一貫してるんですよね、一貫がそのパイレーツがボロクソ球団のパイレーツが優勝争いをするまでで結構キリがいい一貫なんで、二貫あるかどうかわかんないんですけど、あでも丸一って一貫って書いてあるってことは二貫もあるのか、まあまあその程度の漫画なんですけどね、まだ入っててすごい勢いでこの人はもう号泣で三振を取り続けるんですけど、シーズンも半ばになってから日本ハムファイターズ、当時の日本ハムファイターズのあのコンピューターとか8ミリフィルムとかスピードガンを駆使したスコアラーが気がつくんですよ。一つの彼の弱点に気づくんですよ。彼はストレートしか投げられない半年で。で彼がこの弱点を見抜かれて負け始めます。で彼が取ったこうなんていうその弱点を克服する方法がすごいんですよ。さすが大リーグから誘い回った男、号泣くんですよ。もっと速い球を投げる。解決しました、それで。それで解決して頑張れたって話なんですけどね。でもなんか、まあね、大体野球漫画なんですかっていうとね、こういうマイナーな野球漫画っていうのは、大体こう、水島新司さんが後に書いてることの、なんていうんですかね、もう多いわけですよ。変な話、水島新司さんに知らない間に影響を受けちゃって、似たようなストーリー多いんですけど、それでも一個ぐらいはオリジナルなことっていうのが入ってるんですよ。で、その、彼がまた買った方で、甲子園の歌っていうのもあってですね、甲子園の詩と書いて歌っていう名前の漫画なんです。これ大変これ興味深いところは、甲子園の歌っていう単行本が、今僕らが確認してるだけで、一応、甲子園の歌がですね、2巻と3巻が出てます。1巻は出てるかどうかわかりません。ありませんでしたから。2巻と3巻が出てるんですけど、2巻と3巻は作者が貝塚博さんっていう、まあまあちょっと昔有名だった人なんですよ。この後に好評だったんでしょうね、甲子園の歌2っていう漫画が出てるんですよ。で、それも一応今のところ3巻しかあることは確認されてないんですけど、違う人が書いてるんですよ。で、これがね、結構よくできてるんですけど、水島新司さんが後に、ついこの間まで、あれに出たやつ、なんつったっけな、チャンピオンに出てたも、慶次郎、なんおはよう慶次郎っていう漫画で、いろんな部活からこういっぱい選手を集めてきて、すごい野球を作るっていう漫画があったんですけど、ほとんどそれとそっくりなんですよ。で、例えば、バントで全部セーフになっちゃう陸上部員がいたりとか、力任せに打つ柔道部員がいたりっていうところはほとんど一緒なんですよ。ほとんど一緒なんですけど、ちょっと違ってるところはですね、この甲子園の歌2に、2のこの寄せ集めチームは、セカンドがですね、カルタ研究会なんですよ。で、カルタ研究会は、100人以上飛ばす時の要領を応用して、ボールをこうバックトスできるんですよ。で、
ライトが、ライトでキャプテンなんですけど、園芸部なんですよ。で、こいつは大きくなったら飛び職につき、つきたいっていうことで、金網を登るんですよ、すごい勢いで。この辺なんか見ると、ちょっと水島新司さんでも思いつかない。さすがにね、野球をあまりによく知ってる人はね、カルタ部はメンバーに入れられない。すごいですよ。推理小説愛好会のやつもいるんです。敵のサインを推理するんですよ、それで。これはもうね、名作なんですけど、3巻しかないんですね、これね。今日一応ファックスで、長いの、ちょっとファックス読みは長くなっちゃいましたけど、あなたの知ってる野球漫画。まあ、普通の本でもいいですわ。ね、あまりにこう、間口狭まっちゃいますから、自分はこういう野球漫画をすごくよく読んでたんだよって。意外に僕の穴っていうのは、ドームくんとか読んでないんですよ。俺が割と大人になってから出た子供向けの野球漫画って読んでないんですよ。で、あと、まあ、どういう野球漫画見てたか。あと、ぜひ知りたいのは、影武者ジャイアンツのストーリー。それと、今日私が3巻だと思って買って4回号がなかった俺の甲子園。手を刺された主人公はこれからどうなるのか。これわかんないですね。まあ、他マイナーな野球漫画。ね、マイナーな野球漫画に関しての情報がありましたらですね、どんどん教えてください。ファックス番号が東京 03-5563-1960、東京 03-5563-1960、で、もう一回線が、東京 03-5562-954 で、東京 03-5562-954 で、今日声ボロボロだからさ、一回ハーモナイザーかなんか通してさ、ああいう声に変えねえか、これ痛々しいよ、この放送は。ファックスはラジオのエンタイトルツーベースです。でね、先週のね、ほんとにやらせんよ、お前何も説得力もねえよ、まあ、今日別にさ、面白いこと言わなくてさ、ただ真面目なポエムとか読んでるのがよっぽど面白いな、こんなことでな、ほんとな。先週ね、番組終わってね、で、もう声ガラガラで帰ってね、で、朝一でね、神さんの実家、和歌山、行ったんですよ。正月行かないで済んだと思ったらさ、やっぱり顔出せって言うんでさ、婿養子の世代とこだな。んで、和歌山行ったらさ、なんか、ばあちゃんと、ね、うちの神さんのおふくろがさ、揉めてんだよ。なんか、ね、何揉めてんのかなと思ったらさ、うちのばあちゃんっていうのは、そっち方のばあちゃんってのはすごいくせもんでさ、すごい、今ね、86かな。86で、まあその、うちの神さんのお袋にしてみれば、姑さんなんで、いわゆる血が繋がってないから、当然こう、何、仲悪くて当然の間柄な上に、86にもなって、このババアが、もう喋ったきり老人なんだよ。で、すごいのはな、結構な、よく喋るんだけど、なんていうのかな、結構ね、なんつったら一番当たり障りがないかな。結構ドリフト走行。なんつったら言わねえんだけど、なんていうのかな。飛ばしてんですよ。結構、自然にアドリブが効いちゃってるっていうかね。結構、ご飯が待ち遠しくなっちゃうんで、食後すぐ。で、ね。それで、デザート食ってないのに飯食いたくなっちゃう人なんだよね、結構ね。あんでさ、そのばあちゃん86でさ、弱っちゃうのめちゃくちゃ喋りかけてくるわけよ。例えば、最近テレビとかでもよく見るね、なんて、テレビなんかでもよく見るわね、なんて言うから、昨日はラジオだったんですけどね、って言うと、お正月はね、こっちの方はおせち料理ね、の中にね、必ず海産物が多くなるのよね、なんて。はあ、そうなんですか。東京の下町の方はやっぱり、痛みが早いですからね。割と海産物っていうよりは、佃煮とか、ああいうのが多くなるんですけれどもね。私、今度の誕生日で87なのよ、っていう。口数は多いんだけど、全然、話噛み合わない人で、それがまたさ、俺の義理のお袋と、喧嘩してる、何喧嘩してんだなと思ったらね、また活発なんだ、このばあちゃんが。海外旅行に来てるね。ま、で、海外旅行に86にもなって年3、4回行くんだよ、このばあさんが。
ほいで行って、で、もう、海外旅行心配だから、お母さんにしてみれば、そろそろやめてくれとは言わないで、そんなに行くことはないでしょって言うんだよね。で、行って、で、もうばあちゃんが行きたいんだって、旅行行きたいって、なんか、香港旅行行きたいとか言ってんだよ、そのばあちゃんがさ。で、行ってさ、もうやめてくださいなんて、おばあさんってね、パスポートってこの間切れたでしょって言ったら、ばあちゃんが10年書き換えてきてんだよ。いいだろ3年でっていうさ、いいだろ5年でと思うんだけどさ、5年だってお釣り来るっつうんだよ、その女。それを10年か控えてきちゃってるって言ってさ、でいて、その、香港行きたいなよって言うんだよ。で、まあ、大喧嘩になっちゃってんだよ。で、どう思うって言われてもさ、俺もご用事だし、うまいこと言えないや、そんなのさ。で、おばあちゃん、どうしても行きたいのって言ったら、おばあちゃんがさ、もう最後なんだよ、なんていうの、もう最後だから行かしてくれよ、なんて言ってんだよ。で、年寄りに最後だからって言われたら、もう、こっちはもう何も言いかけないや。よく正月めでたい時にさ、ばあちゃんがさ、最後だからってお年玉くれるとシーンとなったもんじゃんか。あれでしょ、もう最後だから行かしてくれっつってんだよ、なんて言ってさ、でもどうしようかと。まあでももうおばあちゃん最後だからっつってるから、お母さんも行かしてやれば、つったらさ、ありがとね、ありがとね、なんて電話かけてね。でも、もしもしって、行けることになったからさ、なんて、もう大丈夫大丈夫、なんつってね。私も行きたいんだよ、もう香港が最後だからさ、香港が最後かよって。お前が最後じゃねえんだよ。俺はばあちゃんが最後だと思った。香港が変化のって最後だな、行きたいって。もうクセモンのばあちゃんでさ、弱っちゃって、もう結局火曜日行って帰ってきて日帰りだったんだけどさ、そんな状況の家にいたくないからさ、どっか行こうと思ってさ、せっかく和歌山来たんだからさ、和歌山来た時しか行けないところないかなと思ってさ、落合記念館、例の落合記念館が和歌山にあんねん。でいて、和歌山の、まあ、俺の神さんの実家は白浜って言って端っこの方で、また落合記念館も逆の端っこの方だから結構遠いんだけどさ、まあ、神さんにさ、レンタカー運転させてさ、落合記念館行ったんだけどさ、大体の場所はわかるわけ。大寺っていう結構クジラで有名なところにあるらしいってのは分かってるんだけど、細かいとこはわかんないけんさ。だけどまあ、大寺行ったらそんなに有名なもんがあるわけでもないから、すぐわかんだろうと思ってさ、ずーっと走っててさ、で、大寺の中心部越えてもなかなか落合記念館らしきものは出てこないんだよ。って言って、結構、山道ぐわー走ってったら、縦2メートル、横4メートルぐらいの落合の看板出てきてさ、ドーン。ここかーと思ったら、落合記念館まであと6キロって書いてあるんだけど、あと6キロでこれかよと思ってまた、車バーっと飛ばしてったらさ、落合記念館まで3キロって、それがすげえ笑うのがさ、落合記念館の外観がね、なんかね、金持ちが急に建てちゃったみたいな家みたいな外観があって、その横のところで落合がこうバットを持ってる写真なわけ、でっかい写真なんだけど、それどういうわけだかわかんないんだけど、あ、多分、ジャイアンツから日ハムに行ったりとか、そういうことがあったり、中日から巨人行ったりあるせいなのかな。なんかね、ピンク色のね、オリジナルのユニフォーム着てんだよ、なんか落合が。で、あと何キロって書いてあって、近づくにつれてね、そのでかい看板のところに、筆で、肉筆で書いた、でっかいこう、わらばんしみたいなのがあったね。何かなと思ったら、1月2日より、落合本人いますっていうのが書いてあって、冷やし中華始めましたみたいな書いてあって、落合始めましたになってんだよ。別にこれ落合いるのかなと思いながら、俺オフで普通のファンとして言ってるからさ、なんか落合いるのもなんか嫌だなと思いながら、どうしようかなと思いながら、いよいよ行きました。山道ガーッと入って落合記念館行って、で、いよいよ2000円ですね、2000円。で、2000円払ってさ、中入った落合いなくて、今、向こうの入り口の人は伊集院光だって分かってくれて、スポーツニュースでお世話になってますなんて言われて、今日落合選手はいらっしゃるんでしょうかなんて言ったら、今ちょっと新年のご挨拶に出かけてて、いないんですよ、なんてさ、表にはだって落合1月2日からいますって書いたんだよ。冷やし中華始めましたって書いたんだよ。じゃあ逆に俺はいなくてよかったけどさ、いざ冷やし中華注文したら、ヤングコーンが切れてるんですって言われるのと同じ状況なんだよ。で、中入って見てたら、さすがにすごいはすごいのよ。そうだな、体育館の半分ぐらいの広さかな、自分の持ち物で。それぐらいのショーウィンドに落合がもらったトロフィーだけがびっしり飾ってあるわけだから、一人でトロフィーとか賞状をびっしり飾ってんだよ。でいてさ、上の方からさ、変な声が聞こえんだよ。ヒーとか、この声出るな。これでやったら余計なことするじゃんね。変な声聞こえんねん。なんだか変な声聞こえるなと思ってさ。で、まあそのいろいろトロフィーとかこうやって見せたらさ、ある一角から、要するに落合が、
もうプロに入ったすごい賞、例えば三冠王の特別表彰だとか、2000本安打表彰だとか、そういうすごいトロフィーが並んでるところに差し掛かるわけよ。そしたら面白いのが、秋田県かなんかの県民栄誉賞と、プロ野球の2000本安打特別表彰のトロフィーの間に、ウルトラマンティガーが立ってんだよ。これなんだこれと思って。で、今度秋田県の表彰状の横のとこに、三冠王のでかいペナントがあるんだよ。で、その間には今度、ウルトラマンレオが立ってんだよ。で、また次のすごいそのホームラン何百本っていう記録のトロフィーの間に、全く同格として、その、全く同じ格のものとして、ウルトラマンキングが飾られてんだよ。これ、なんかのゆかりのあるもんなのかなと思ったら、上の方の、あーとか近づいてきたよ。福士くんだよ。福士くんがさ、好き放題飾っちゃってるよ。もう誰、落合も多分、福士くんは何も言えないんだろうな。福士くんは現れましたよ。福士くんが、緑色に、縦縞のオレンジのユニフォーム着てて、これなんだこのユニフォームと見たら、もう思ったら胸のところマークに O で始まってから、オリオンズかな。ただ、落合。書いてあるユニフォーム。背番号いくつなのかな。親父がジャイアンツで6とか66で、日ハムで3だからどっちかな。背番号とかに漢字で三冠王って書いてある。こう踊りしながら来ちゃってんだよ。なあ、これでいて、ジャイアンツ時代のユニフォーム本物ですって飾ってあるところの前のところでさ、横にいる係員の人にさ、おじさんここ開けてくれよ。開けてくれよ。ね、ここ自分、そこ今飾るからよ。で、またおっさん開けてんだよ、それ。ジャイアンツの本物のユニフォームだよ。そこにもうメカゴジラ入れるって聞かねえんだよ、この、お子様が。今ちょっとうろたえたけど、お子様が。これを先週のスポーツニュースで言いてえんだけどさ、落合の聞いてねえところで言わないとさ、すごいよ。でもテレビで見たんで帰ってきてさ、おとといかなんかの筋肉番付かなんかの番組にさ、落合出てんだよ、落合出てさ、落合がさ、難しい並びになってるボーリングのやつを何個か連続で全部倒せると100万だか200万って企画をやっててさ、で、落合さん今日はどうですかなんてさ、落合も表向きはさ、金に関して大金持ちの顔してるからさ、今日は遊びに来ただけだからなんて、できるかどうかわかんないななんて横でさ、なんだラバーマスクみたいなさ、ビッテル箱みたいなさ、お母さんがさ、の奥様がさ、ね、そうですよ、うちの落合はなんつってんね、横のところでさ、また頭の上に硬い人が乗っけたみたいなさ、お子様が騒いじゃってんだよ。落合何個か成功したんだよ、あの辺がすごい難しい作成功してさ、で、いてしたらさ、次の何個か目かでいいとこまで行って落合失敗しちゃったんだよ。大した途端に、あのラーメンスナックがな、うわー泣いてんだよ、これ。うわー泣いてて。でいて、何が、今まで落合とかも、俺は9回1給料もらってる男ぐらいのトーンで接してるわけよ。今まで結構いい格好してさ、まあ今日はあのボーリングの腕試しだからなんつってんのにさ、ガキが泣きながらカメラの前でさ、お金がもらえないお金がもらえないって泣いちゃって。で、落合がさ、また、ガキに向かってさ、今日は遊びに来ただけだから、だけど何にももらえないんだよなんて、お前貧乏なガキじゃねえんだからさ、そんなこと言うなよ。スピッツで使われた貴重な情報をバックスがしてます。今日はですね、野球漫画、マイナーな野球漫画について聞きたい。中では特にですね、少年画報社、俺の甲子園、ね、これが3巻以降はどうなったのかってこととですね、それからサイボーグ二浦、どうなったのか、それと、僕が今日買おうとしてやめてしまった影武者ジャイアンツ、どういう漫画か、いろいろ聞いてるんですけどね。これ名前ないんですけど、俺の甲子園は6巻ぐらいまであって完結しています。ラストは腕が折れると分かって球を投げるシーンで、さらば俺の甲子園と心で叫び、見開きのページで投げます。割と漫画好きには有名な作品で、巨人の星のライバル的に書かれた作品だと思われます。あと3巻どこ行きゃ手に入んだよ、おい。
ほうほう。そう、今ね、局内でちょっと見せたらね、俺の甲子園昭和49年の1月1日が3巻が出てんですよ。でも、キングは、銀河鉄道39をアニメでやった頃っていうのはまだあったから、ってことは昭和50何年ぐらいまであったわけで、何かしらの形で完結はしてるはずなんだよ、これね。6巻まであったと。それからですね、あ、もう一個他の違う情報がありますよ。違う情報ですね。札幌のペネマホミだろ。俺の甲子園、全52巻リスト。長かったんですよ、これ。4巻以降。4巻アスカ編、5巻チャゲ編、4巻アスカ編、主人公は野球を断念、将棋差しを目指す。そして5巻から36巻は金持ちがメンバーを揃える。37巻から、37巻から飛んで40巻、40巻から43巻は甲子園5連覇達成。ここで作者交代だって、これも交代なのか、これ。38、39は外伝。将棋差しを目指していた元主人公らしき男は、パキスタンで石油を掘り当て、掘り当てつつもオセロ名人として絶好調。44巻から52巻は、タイトルがハイパー巨乳っち。ハイパー巨乳っちのお色気スチールに変更。魔界へ宇宙へと遠征。最後は主人公突如帰国。俺も入れてくれ。52巻これ古本屋で買い揃えたら大変だな。ハイパー巨乳っちのお色気スチールからあとは俺いらないや、ね、あとですね、埼玉県三郷のペンネーム三日月もさんからなんですが、今発売されている、大ヒット野球漫画タイトル名ソケットくん池。これ本当でしょうか？へぇー。作者荒木仁。96年8月5日第1巻発売。で、これね、ここで一つ分かったことは、これも発行が放置新聞社で、連載が月刊ジャイアンツなんですよ。あ、放置新聞社が漫画を出してるのが変だなと思ったら、月刊ジャイアンツっていう媒体ならば、あり得るわけですよ。かなり巨人を贔屓していて、なかなか試合をしない。主人公が豆電球みたいやつってあたり、お化けって書いてあるんですけど、お化け。なんすか主人公。他にもいっぱい来てますけどね。ペンネーム横浜頑張れ。2、3年ほど前にヤングジャンプにひまわりという野球漫画がありました。多分10回ぐらいの連載で終わったような気がするんですかがっていうことなんです。違うんです。ひまわりは僕全3巻3巻と思ってます。この辺は一応ね、舐めないでもらいたいですね。しかもひまわりの作者は水島新司さんのアシスタントなんですよ。でいて、それが、こう、なんですか、分かれて書いた漫画で、面白かったんですけどね、結構人気がなかったらしくて、やっぱりアシスタントさんも最後の方はちょっと水島病にかかってて、180キロぐらい投げちゃってたような気はしますけどね。でもまあ、これはね、今3巻ぐらいヤングジャンプコミックス出てるんで、まあまあ、おすすめっていう感じですかね。野球漫画、こんな野球漫画を知っている、僕はこんなのが好きだ。それから僕の探している野球漫画のストーリー等あれば、ファックス番号東京0355631960、東京0355631960、東京0355629540、東京0355629540、じゃがいもの会の係まで、送ってください。それそれか。伊集院光のアップス、深夜のバカ力。いろんな想像でね、つまんないこともですね、いろいろ広げて遊んでしまおうというね、コーナーなんですけどね。結構いいような古本屋でさ、中途半端な缶の漫画を買ってきてさ、前後を想像するっていうのも結構遊べるよな。俺の中での俺の甲子園ってやっぱりあるからね。真面目な話、利き腕を刺されたやつと、刺されたやつとその大金持ちがこれからすごい絡んでいくんだと思うんですけど、俺はね、これね、刺されたことで、
何か微妙な変化をするボールができたりとか、ゲーかなっていう気はするんですけどね。それが、なんか、その代わり刺されたことで、スタミナがなくなるとか、握力が長く続かないとかの、諸刃の剣になって、こいつが反抗していくっていうね、感じになると思うんだよね。あと、金で集められた選手は、チームワークがないからなんていう理由で、そのチーム負けたりとか、そんなありそうだなと思うんですけどね。おいや、今よく遊びいろいろ来てますけど。ペンネーム、辻岡幸太郎、東京都練馬。遊び。学年が変わるたびに行われるクラス替え。その方法は知らされていないが、実は先生方全員が有名ホテルの大広間に集まり、ドラフト会議をして決めていると仮定してみろ。ちなみに転校生はトレードされてきた人。海外からの留学生は外国人助っ人だと仮定してみる。何を助けんだよ、その助っ人ってな。でも似たようなことはやってんだろうな、職員会議とかでな。で結構、なんか、そういう、第1回、4組、第1回、選択希望選手、山田とかやってんだろうな。でいて、くじで外れちゃったやつがさ、とんでもない問題児に背負わされちゃったりとかさ、少なくともバーターとかやってるよな。このクラスの平均点が上がるようなやつやる代わりに、この少年院行ったり来たりのやつをくっつけてくれとかやってんだろうな。で、あらかたこうやって酔い終わった後にさ、トレードとかしてさ、酔い分けたりはしてるよな、あれ絶対な。うん。これは多分やってると思うよ。よくね、俺の学校ではね、中学校の時にね、クラス替えの前にね、どういうやつと友達になりたいかっていうのをね、聞かされたの。書いて、一緒のクラスになりたいやついますかとか、中学校1年か2年だと書かされて、普通の、なんつうかな、気の弱いやつらの友達同士ってのは絶対同じクラスになってたけど、問題児のグループはわざとそれを分けられてた。で、その裏に気づかないからみんな正直に書いちゃってた。同じチームにしてもらえるとか、同じ組にしてもらえると思って、まんまと引っかかったもんなれな。続いて。埼玉県ペンネームなし姫野正弘。遊び。全国すべての屋台で売られているお面の中に一つだけつけたら二度と取れないお面が売られているのだと仮定してみよう。なんつみまる子ちゃんだったらまだいいけどな。なあ、ジューレンジャーとかハクレンジャーのさ、冴えないキャラのやつだったら嫌だよね、なんかな。ゴレンジャーで言うと赤だったらいいんだけど、ミドレンジャーとか嫌だよな、絶対な。ペンネーム、ポリドール95はサリナと同じく19歳。遊び。他人の家でトイレを借り、うんこをするとき、少しドアを開けた状態でうんこをして、その家の人が気がしないかと、スリルを味わいながらうんこをする。面白いもんでね、このスリルっていうのはね、なんていうんですかね、病みつきになるとエスカレートするんですよね。よく昔フィーバーするときに、ね、まあ一応この番組男子校ですから、男子校生として夜フィーバーするときあるじゃないですか。あれは親が旅行に出かけてるときに、今でっていうのは、こう、今でなんとなくちょっとフィーバーして、スリル感じてみるっていうので、いいなぁなんて思ったりするんですよね、結構ね。でいて、ちょっとこう、親が、泊まりがけで出かけてる時で、その頃の欲求は満たされてたのが、どうも安心感が先に立っちゃって、夕方帰ってくる時のギリギリってとこちょっとやってみようかな、とか。あげくらでね、親がトイレ行ってる隙とかに。まあ、僕の話は友達ですよ、それはね。続いて。すごいな、このハガキボロボロになってきてるな。この郵便物は機械処理中に誤って破損しました。誠に申し訳ありません。深くお詫びしますって書いてあるけどさ、俺に詫びたってしょうがねえよな。お前出したやつにとって悪いことだもんな。ペンネーム、死者も埼玉県。遊び。なんとなく、無人駅で、一日駅長になってみる。いいね。結構都内にもあるでしょ。
京成の端っこの方とか、無人駅確かあったぞ、なんか。荒川沖駅じゃねえや、なんか、そんな方になんか一個あったような気がするな、無人駅な。ほとんど無人駅ってのはあるんだよね、なんかね。青梅線とか、あ、今、電車マニアスタッフ、厚生渡辺が青梅線ですっていう、メモをくれましたけど、そういうとこに行って、誰にも頼まれていないのに、笛吹いたりとか、前方よーし、後方よーしってやったりとか、あと、おじいさんおばあさんを助けたりとかね、してみるといいかもね、自分の駅としての責任感で、ガム剥がしを持ってって、こう、ガムを剥がしてみるとかね、ちょっと好きだな。他にもあるでしょうか。ペンネームゲッツー崩し。遊び。校歌、応援歌などがどこの学校にもあるが、それに対して、俺か、俺歌、いや、俺応援歌を作詞作曲してみる。友人や知人のものも制作してみるといい。ね。こういろんなこう、俺のテーマソングとかやっぱ結構作ってみるといいかもしんないですよね。なんか、足の指の股は臭いけど、野球をやらせりゃややうまーとか、すごい自分の特徴をいっぱい組み込んだ、俺応援歌ったらいいですね。遊び、このコーナーは郵便番号 107-06、TBS ラジオ、ユンヒカルのアップス改め、翼の折れたエンジェル、遊びの係まで送ってくださいますわ。ジュンカルナ。とっても微妙な事柄について3人の陪審で、まあこのアップス法廷においては神ですね。ディレクター池田、そして、AD、柳沢、そしてアルバイト見習い松浦、なんでお前は神なんだよっていう、この3人の陪審員の、多数決で、その事柄が正しいのか正しくないのか判断してしまおうという、でこのアップスの中ではもう絶対です。それが他人に対して通用する価値観かどうかは分かりませんが、少なくとも僕はそう決めつけます。いろんなですね、悩める方から質問が来てますけども、果たして自分は正常なのか異常なのか。一人目はペンネーム上野485。すごく可愛い女の子を見ると僕はその子と同じ服を着たくなるんです。ほっほー。ただですね、これ注意してほしいのは、その子の着てた服が着たいとか、そういうことじゃないんですよ。わかります?全く同じ服の新品、同じファッションがしてみたくなるというだけなんですよ。で、自分は男で、男に性的興味はありませんから、女の子の服を着てみたくなるんです。自分の知り合いにもそういう男いましたけどね。インターハイで、高飛び込みでインターハイまで出た男なんですけども、その男はもうどうしても女の子の服が着たいんですよ。正常なんですよ。ほんと、何年とか言うと割れてしまうので言えないんですけど、高飛び込みでインターハイまで出た男です。で、大学にコーチとして来ないかと言われたほどの男です、その男は。今は女装をやってるんですけども、いや、この人はね、面白い人でね、好きなのは、やっぱ女の子が好きなんですよ。ね?だけど、男の子の格好よりも女の子の格好の方がすごく綺麗だと思ってるんですよ。で、さすがに、表に出るのはやばいっていうのは分かってるんですけど、大きな大会とかの時には、ちょっとこう雑誌で奥山芳恵とか、ボーイッシュな格好をする女の子を調べて、同じファッションをしていって、インターハイに出るという男だったんですが、まあそういう、すごい可愛い女の子を見ると、その子と同じ服を着てみたくなるさ、判決は、
常、異常、異常、パーフェクト異常ですか。ひどいなぁ。ひどすぎるよ。いやいや、ディレクターの池田さんはいいですよ。ディレクターの池田さんはね。AD の柳沢さんとそのインターハイは、僕と共通の友人ですから。それを、堂々とひどいなぁ。まあ、そうですね。でも、ちょっと待ってください。後に出てきたインターハイの彼と混同してますけど、来てみたくなるですから。来てみたくなるまでは、ああ、ダメですか。ダメですか。直しなさい。しょうがないですもん。僕はあくまで弁護人であって、判決には従わないと、それは仕方がないですからね。2時です。1時間よく声が出てますね。ペンネーム山さんから。僕は駐輪してある自転車で鍵を抜かずにそのまま止めてあるのを見ると、必ずその鍵を抜いて遠くに投げます。盗みませんよ、盗みませんよ。ちょっと待ってください。ちょっと待って、裁判官たち、陪審員の皆さん、言ってます。盗みません。彼は盗みませんけども、なんていうんですかね、彼はその防犯意識の低い連中が気に入らないわけですよ。ね。で、彼の中では、こんなことをして、こんなことをしたら、本来タイヤ閉まってれば犯罪に走らなかったような人たちも、犯罪に走らざるを得ないというか誘惑されるじゃないですかと。そういう意識を持ってるんじゃないんでございましょうか。さあ、それでは。判決どうぞ。正常、正常、異常。これ正常ですか？必ず投げてるんですけど。これ正しいです。これからも続けてください。この番組の中だけでしか通用しない常識だってことだけは分かってください。はは、これはあれはどうなんですか、駅の駐輪場から、すごくかなりこう、駐輪場で止めていても決まってるじゃないですか。じゃなくて、もう駅のすぐそばのところにチェーンロックとかでこう止めてある自転車ありますよね。あのカゴにジュースの空き缶を入れるっていうのは、あれはどうなんでしょう。あれやりたくなりますか。正常、一人正常ってこと、正常。大の正常ですか。でもやられるとめちゃくちゃムカつきますよね、あれね。横にゴミ箱あんのにあったりしますもんね、あれね。あれはね、結構許せないんですけどね。僕の友達なんですけども、これまだ捕まってないんですけども、JR 田端の駅のところにある駐輪場を、田端パーツセンターって呼んでる人がいて、その人は、七色のサドルを持つ男と言われていて、自転車自体は決して盗まないんですけども、サドルですとか、何変わった形のライトですとか、持ってくる人なんですけど、それはダメですか？それはダメです。それはダメ、犯罪ですからね。鍵を投げるのは、アップスの方だけではセーフです。セーフという決定になりました。さあ。続いて、どれ行こうかな。たまにだと普通っぽいやつ行きたいんだけどな。あ、これどうでしょうね。ペンネーム山手線外回り。僕はトイレでうんこをした後、トイレットペーパーで、ケツバレーを拭いたとき、そのトイレットペーパーに全くうんこがつかなかったとき、勝ちだと考えることにしています。さあ、判定どうぞ。正常、正常、異常。これ正常ですよ。これは僕もね、結構正常だと思うんですよ。勝ったなって気がするんですよ。この同じ方なんですよ、もう一つなんですが。僕はトイレでおしっこをするとき、その指の間をおしっこを通し、一滴もかからなかったとき、勝ったなと、考えることにしています。判定どうぞ。オール以上です。これ勇気いりますよね。これ
先の方なら先の方なほど難しいですよね。密かな遊びとしてはありなんですけど、まあある意味イルカの曲芸みたいなもんですから、イルカとおしっこが変わっただけのことですから、和歌山県の大事でイルカと一緒に遊べるとこありましたから、もしかしたら愛好者には人気が出るかもしれませんが、一応まああくまでも愛好者ですから、これ普通のことのように学校で話すのとかは一応アップス判断としてやめた方がいいんじゃないかなということになりますね。まあ前半のほら、今日うんこに勝っちゃってさ、っていうのに関しては OK です。これは OK にしましょう。ペンネーム、エロアールさんです。MCAT のアルバムが全部揃ってます。さあ、判決どうぞ。誰とは言いませんけども、異常、正常です。僕らも MCAT さんが大好きでね、帽子の中に隠してる水晶玉を早く出せっていうのが僕の中ですもん。ね、めちゃノリですしね、そうハッピー、スーパーハッピーですしね。続いて、ペンネーム伝説のバックドロップ職人、カールの、しけったやつがうまいと思う。これ私、ちょっと弁護させていただきます。私、いろんなグルメ番組等にも出させていただいております。で、かなり美味しいものを食べさせていただいております。で、減量中も、いろんな食べ物からの誘惑つきません。が、しかし、私がこの世で一番うまいものは何かと聞かれれば、カールのチーズがけのしけったやつです。しかも、魚とかを入れとく冷蔵庫の部屋があるんですよ。冷凍でも冷蔵でもなくて、ちょっとこう湿気のあるところ、霧吹きしたカールをあそこに入れておいてまで僕は捨てたカールを制作します。これはこの方を指定するということは、ディスクジョッキーを、しかも今こう、喉血が吹き出そうになりながら、ね、もう今僕の姿を、正岡式が見れば、一句読もうかというような、この、DJ も指定することになりますが、さあ、正常異常どっち？これ正常やて。やってらんないよ、ちょっと伝説のバックドロップ職人さんさ、オール異常出ましたよ。今まで誰を信じて喋ってきたのか。ディスクジョッキーとディレクタースタッフといえば同じ価値観にまだ下ろさねえな、これ札をちくしょうトップしたな、おい異常です、もうやめてください、もういじれ、もううわうまいんだって。ちょっと待って、これはカール自体が異常なの、違うでしょ、カールはいいわけでしょ、カールはカールしてってんのと、こう、ナフって、ガリってんじゃなくて、ナフっているやつだったら、ナフの方がうまいじゃん。認めらんないんですか？じゃあ、カップヌードルあるじゃないですか。あれは、お湯入れてすぐと、お湯を入れてから、こう、一回風呂入って出てきたぐらい、こう、すごい伸びてるやつと、おい、ボソボソ、片面と、ぐずぐず、柔らか面。どっちなんですか、ちょっと。ダメんだ。そう食らって西へ飛べっつんだ、そんなもん。俺、カップヌードルな。お湯入れるじゃん。もう、そのままどっか行っちゃってもいい、遊び。で、帰ってきたやつをレンジでチンして食うのが好きやね。全然ファンファーレとか、ジングル鳴ってねえのに異常って出して、震わせてるよ、それ。うまいって。カップヌードルのタレあんじゃん。あれに低脂肪乳沸騰させてこうやって入れて作ったやつうまいんだよ。知ってた？ちくしょ、みんな俺とどんどん離れていくよ、ちくしょ。続いて、ペンネームコリドール95はサミナと同じく19歳。小学校の頃、放課後、誰もいない教室で好きな子の縦笛を吹いたり、防災頭巾をかぶって踊るのは、もちろん正常ですが。あれ自分で判断しちゃっていいのかな、これ。好きな子の笛を持ち帰り、吹きながらフィーバー。これは正常異常どっちっていう。これ誰
誰とは本人の名誉のために言いませんが、毎シーンの中で。異常を上げたのは一人です。正常二人です。ちょっと、笛を持って帰って、今ですね、僕今まで一度も見たことないような、これ名前出せないんですよ、陪審は名前出せないんですよね。スタッフの一人が今まで、例えば、スペシャルウィークとかの、こう、上がってきた、こう、調子率調査表を見ながらも、あんな、真面目な顔をしたことはないという顔で、気持ちはわかります。目を見て言われました。そうですか。え、ちょっと待ってください。冷静になってください。カールしきらして食うのダメなんですよ。ブー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 ガシガシブーブーブーガシガシブー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 ビュールっていう形でこう絶頂感を迎えてもそれはいいわけですか。じゃあまたもう一回気持ちはわかります。しかもその正常が過半数占めてるってのはおかしいよ君ら。続いてですね、これ女性でちょっと可愛いんですけどね、ラジオネーム妖怪戦車さん18歳、フルーツ蜜豆の豆だけを一つのスプーン一さじの上にね全部取って、先に全部食べてからフルーツ蜜豆を食べる。これちょっと待ってくださいよ、18歳女子って言ったからって甘くなるのは許しませんからね。あんたたちはな、スケッタカールを食わせねえってような連中だな。これそうですよね。今ちょっと向こうが突っ込みあったんですけど、それは好きで食べてるのか、逆に嫌いだから先になくしたいのかってのありますけど、重要ですよね。これでも好きなんじゃないですかね。あ、でも微妙なところですよ。要するに、豆と他のものが混ざり合った味に関しては好きじゃないんですよ。豆オンリーに関しては OK ですよ。豆だけの味は好きっていうことですよ、要は。これはね。じゃあこれ一応好きっていうことでいきましょうよ。判定どうぞ。おい、これオール以上ってどういうことだそれ。じゃああんたらなんだ、豆缶ってあんじゃん、あのフルーツ蜜豆の、もうフルーツないやつよ、要するに寒天だけと豆がいっぱい入ってるやつ。うわ、今ちょっと聞いたのに、陪審員のうちの一人が、豆なんていらねえじゃん。フルーツ蜜豆ですよ。フルーツ蜜豆ですよ。今ね、全国豆連の皆さん、もう、何、国際豆協会、ね、インターナショナルビーンズアソシエーション、IBA の人たちが、TBS に今駆け込んできますよ。豆あってこそですよ。ね、今、あなたがこういう公共の電波を通じて発せられた、あなたのこの言った豆いらねえじゃん発言に、若者が感化されることで、ニューヨークの相場はもうすごい勢いですよ。大損失出してますよ。豆缶って食べない？豆缶。うわ、俺すげえ豆缶好きなのに、ちっちゃなんか陪審の名のもとに、お前らの好みがバチバチこっちの方に来てんじゃねえかい、ちっちゃうよ。もう一個ぐらいいきますかね。埼玉県、金井明夫、デッチ暴行3000年。かつて僕は、某ハンバーガーショップで夜間清掃のバイトをしていた頃、店員がみんな帰って静まり返った客席でテーブルの上に腰をかけ、加藤ちゃんよろしく片足を上げて、ちょっとだけよ、などと一人芝居に興じながら、俺今輝いてる。本気で思っていました。あの頃の俺に乾杯。さあ、判決は。正常、正常、正常。正常です。これは正常です。いやね、こういうのをね、異常と見なすような社会が、もう確立化された教育。ね、でいてこう、何、豪傑を生まない。なんていうんですか、誰みたいな人が、こう、なんていうんですかね、八重樫みたいなバッティングフォームで、ヤクルトの一軍に上がること間違いなしですから、ね、これもうこれからも、
続けてください。ね、めっかった時には知りません。本当の陪審員が何というか知りません。このアップス的にはという問題ですからね。今日のところはそれぐらいで、閉廷ということでよろしいですか。一応、カール、スケカールに関しては、提訴しますんで、最高裁まで行きますんで、スケカールに関しては、いずれお休みの日とかに、陪審員を任意抽出で101人集めて、それでどっちが正しいか一応私行ってみたいと思いますんで、自分では今のところ正常か異常かわからないようなこう微妙な悩みがある方、ね、微妙な問題を抱えている方、もしくは微妙な問題にもぶち当たっている方、郵便番号 107-06 TBS ラジオ順位光のアップス、ジャッジオブゴッドの光まで、神がバサバサ切り捨てます。お正月と強いロボ休んだもんですからね、結構強いロボファンの皆さんからあれは終わっちゃったのかなんていう抗議の声が結構来たんですが、満を持してですよ、今回すごいよね。今回の強いロボは、この97年第1回ということでスペシャルでお送りしますんで、オールスター総登場、すごい人出ますよ。夏井ですかな、まあね、出た夏井出た、あとね、アメリカからビル・クリントン。出てますか？もう言ったもん勝ちですか？ね。ということで、強いロボスペシャルです。前回までのあらすじ。巨大ロボットを操り、巨大ロボットを操り、これでねえな。巨大ロボットを操り、地球征服を企てる宇宙案。ここからはちょっと俺っぽく読んで。はい。な、彼ら先頼むわ。はい。宇宙暗黒大魔人皇帝軍。元気ないだろお前。もうちょっと迫力出して。宇宙暗黒大魔人皇帝軍。その侵略攻撃は地球防衛研究所のプリオ少年と地球防衛研究防衛研究所防衛研究地球防衛研究所のプリオ少年と最終兵器強いロボの活躍により防がれてはいるものの、次から次へと繰り出される敵ロボットの魔の手は今日も地球へと忍び寄っていた。オールスター総出演97強いロボスペシャル。読めた。読めてねえ。巨大ロボットヒーローラジオアニメーション強いロボット。こちらプリオ地球防衛研究所、応答願います。どうぞ。ただいま17末1号で市内をパトロール中。これといった異常はないので基地に戻ります。どうぞ。プリオ、ちょっと待って。どうしたんだ、さやか。あそこの角で大きなチンチン袋がもんまりもんまり動いてたのよ。そんなバカな。そこよ。ダメだよ、いきなり撃っちゃ。さやか、これチンチン袋じゃないよ。これオリンピックで1位になるともらえるメダルの色さんと、5枚集めるとおもちゃの缶詰がもらえるエンジェルの色さんだよ。なんだ、大丈夫ですか。みんな意見にクジラがおったがよ。壊れてるよこれ。逃げろ。さやか、あの二人だってせっかくお雑煮はクリアしたんだから。止めて。どうしたんだよ今度は。あそこに大きな夏みかんが。ええー。
このネーブルマン。あれは松井だよ、巨人の松井だって。ああ、またかよ、もう帰ろうよ。クリオ、サヤタ、ただいまパトロールから戻りました。はい、ご苦労だったな。所長、発車スタンバイ OK です。ありがとう。どうしたんですか、発車スタンバイって。いやね、サル岩石の二人が内緒で飛行機を借りに来てね。へぇ。3、2、1、0。うかがすのは調子乗りすぎだぞ。なんと今日の起爆機は豪華ね。こんなんで驚いていてはいけないよ。実はね、隣の部屋にお忍びでクリントン大統領がいらっしゃってる。あの偽オマリーが、すごい。合わせて合わせて。うん、いいだろう。想像しいぞ、ビックスデコラッツ作戦参謀。落ち着いてる場合じゃありませんぞ。とんでもない方が我が宇宙暗黒大魔神皇帝軍に力を貸してくださると。いらっしゃいました、あの方です。なんとあなたのような有名な方が。もしあなたが味方になっていただければ、それこそ地球人の 50% が、いや 90% が我が軍の味方に。いやー、クリントンさん気さくな人だったね。でも極秘来日の理由が、内田有紀のプリンターの CM の年賀状ソフトもサービスサービスってやつを見たいからだなんて。あれ正月で終わっちゃってるのにね。悔しくて泣いてたよクリント。所長、東京上空に未確認飛行物体です。何、強いロボ地球発進だ。ラジャにそびえる黒金の城。私の名は宇宙暗黒大魔神皇帝軍一の切れ者、ビックス・デボラップ作戦参謀。地球人ども、この私の前にひざまずけ。待て、ビックス・デボラップ作戦参謀、お前の勝手にはさせんぞ。消えたな、強いども。必殺、待て待て、そう焦るな強いども。今日は地球を攻撃しに来たのではない。実に平和的なやり方で地球をいただきに来たのだ。どういう意味だ。我が軍に素晴らしい仲間が入った。このスーパースターに我が軍をアピールしてもらえれば、地球人は全て我が軍の味方となるだろう。な、何？確かにスマップクラスのスーパースターがアピールすれば、面白フェイスの女どもは全て奴らのファンに。地球人の諸君、紹介しよう。我が軍の新メンバーはこの方だ。どうもこんにちは。私プロカーリングチームの混戦大使カプリコってとこでエースやってます、中村健三郎と申します。今度宇宙暗黒大魔神皇帝軍の仲間になりました。お前誰、何を寝ぼけている。強いのもプロカーリング界のスーパーヒーロー、人呼んで竹ぼうき乱れ天の川、中村健三郎選手を知らんとは言わせんぞ。中村です。今年得点王でした。知らん。
その名も高い中村健三郎選手も一般人の前では富川晴美の10分の1ほどの知名度にしかなかった。何はともあれ声も出ないし、頑張れ強いロボ、負けるな強いロボ。強いロボすごかったですよ。クリントンからサル岩石からね、オリンピックで1位を取るともらえるメダルの色さんね、それからオリンピックで2位を取るとでもらえるメダルの色さんにまでね出てましたからね、びっくりしましたね。玉袋がもんまりもんまりしてると思ったら、あの二人だったわけなんですけどもね、まあお元気だからこそギャグに使えるっていう僕の愛情っていうんですか、フォローかおい。こんな汚れ壊れスピーカーみたいな声でフォローしてる場合じゃねえだろうって話もありますけどね、もうすごかったですよ。あれも知ってる人はもうめちゃくちゃ知ってるんですけどね。さあじゃあこれファックスいっぱい来てます。野球漫画に関するファックスなんですけど、練馬区のペンネーム練馬区民さんからね、ロボット長島知らないでしょ。これはね、サイボーグ三浦とは別のもんなんですよ。ロボット長島は貝塚博っていうね、ちょっと昔に出てきた漫画家さんの作品なんですけどね、ある日スランプに悩む長島の前に海老名博士が作ったロボット長島が、このロボットは本物の 1.5 倍の力があり中途半端がいいよね。で、長島も練習を積めばこのロボットと同じぐらいの力にもなるというようなそうなんですけど、しかしロボットと本当の長島の違いは、ロボットの方は噴水ボールが投げられるんだって。結局長島は噴水ボールが打てなくて、ロボット長島は壊れてバラバラに吹っ飛ぶというストーリー。これは僕が読みました。ロボット長島フロオンエアさんでちょっと値段高くなってますけどね、出てますね。それとですね、これは本当なんでしょうかね、名前ありませんが、ひばりヒットコミックスで杉戸光氏が書いている、吠えろ阪神タイガース。太平洋戦争が終了したことを知らずに30年間ルバング島に住んでいた知らぬい注意が帰国して阪神タイガースで活躍する漫画だけどさ、これ戦争に行った時っていうのが、例えば、まあ、20歳だとして帰ってきた時50だぞ。これすごいなぁ。途中からストーリーから外れて脇役になるなってなるなありそうだよなぁ。それからですね、他にはね、千葉県柏は小中慎吾。あまりマイナーなものはよく知らないんですが、一つ挙げておきます。確か週刊少年マガジンに連載されていた素晴らしきバッティングなる青春野球漫画がありました。ストーリーはドカベンと全く違うもんだったと思っています。おそらくあなたなら知ってるでしょう。知ってます。これ前回持ってますね。素晴らしきバッティングっていうのはね、すごい貧乏なね、球団にね、バンディッツ、バンデット、いわゆるなんだ、野蛮者とかね、ああいう考え方ですかね。ピッチャーが一人入ってきて、そのバンディッツが強くなってくるって話ね。これも古本屋でまだ全巻揃いで3日あると思いますね。そんなに面白くないんだけど、面白くいいっていう感じじゃないんだけど、いろいろ工夫は凝らしてあっていいっすよ。結構ありっすよ。これは俺の中ではまあまあおすすめの方だから。ただ古本屋がね、最近ね、えらいぼってんですよ。俺に言わせや、漫画の古本がさ、500円の漫画が古本屋で350円ってのはボリすぎだよな。で、全巻揃ってると下手すりゃ500円の漫画400円で売ってるじゃん、古本屋で。こんなん絶対間違ってるって。だからそこまでの値段出して買うことは全然ない。全然ないけど、まあちょっと金がある時とか、野球漫画すごい好きな人は見てもありかなっていうぐらいかな。どんどんファックスください。東京0355631960、東京0355629540、待ってまーす。ねえ、キューちゃん、キューちゃん。なんだよ、キューちゃん。どうやったら空を飛べるの？これだったらもう飛べなくてもいいだろうな。ファックス。いいなぁ。この人無駄に声で出て、今のジングルで喋ってる人、ダイエットキング 95.4、 略して DK95.4 コーナー。
番組始まってからすでに糸人を半分消化しました。でもこの糸人君のおかげで持ってはいるんだと思うんですけども、このコーナーですね、まあ、このコーナー開始に 144.6 キロあった体重の体重はですね、95.4 キロまで下げていこうというコーナーなんですが、まだまあ僕だけじゃないと思うんですよ、こういうコンプレックス持ってる人ね、そういう皆さんにですね試していただこう、もしくはですねそういうコンプレックスを解消するようなグッズを販売している会社にこんな企画があるけどどうでしょうかというですねプレゼンをする、はがきコーナーからいきましょう。ペンネーム、大学行きたい赤点くんに朗報。学校の勉強についていけず、どんな科目のテストでも回答欄に必ずモンプチもしくはオレゴンから愛と山間で書き、物理の授業以外全て0点だったあなた物理はたまたまオレゴンから愛って答えがあったんだな、それなそんなあなたも今日から天才くんの仲間入り。その方法は無駄記憶術勉強法。まずはテストの1週間前からクラスメートの家に電話します。あ、もしもし、あ、俺謎の男 X なんだけどさ、ドリフの最多ゲストって誰だか知ってる？小柳ルミ子なんだよ。じゃガチャツーツーツーと、こんな風にクラスメートにあらゆる無駄な知識を教え込みます。こうしてクラスメートの脳を許容量いっぱいまでいらない知識で埋めてしまえば、大事なテストの単語を覚えることができなくなり、あなたはテストでクラス1位を取ること間違いなし。喜びの声。都内在住今村チェルシーさん、現役中学生の声。今まで僕はテストのたびにいいな、みんな数字が2つも並んでいてと羨ましがっていたんですが、この勉強法をしてからというもの、先生があれこのテスト10点満点じゃねえよなと首をかしげるほど、クラスメートの成績は落ち、気がつけば僕は4点でクラス1位の成績になっていました。ただ最近僕の家に、あ、もしもし、俺謎のダブル X だけど、ローマ法王がかぶってるあの帽子ズケットって言うんだぜ、じゃあなという電話が伝ってくるのが気になりますが、今度は学年トップを目指してこの勉強法を続けていきたいと思います。ズケットって言うんだ。今日センター入試っていつ？センター入試ってもう来週でしょ。来週。ローマ法王の被ってる帽子はズケット。ローマ法王の被ってる帽子はズケット。水前寺清子がチーターっていうのはね、本名が民子っていう名前で背が小さかったから、小さな民ちゃんで略してチーターになったんだよ。略してチーターになったんだよ。あと何言うとこうか。ほら、これでこのアップスを聞いてる人以外の点数は上がってくんじゃダメじゃん。続いて、ペンネーム、若草物語。デブに朗報。びっしょりかいた汗が日光で乾き、塩の粒になったのかなと思って舐めてみたらグラニュー糖だった。という危険なほど太っているあなた。そんなあなたにすぐ痩せられるダイエットを紹介しましょう。その名も、中国超能力ダイエット。方法は簡単です。中国に腐るほどいる、蓋の閉じている薬の瓶の中から薬を取り出せる奇跡の少年や、2000キロ離れた場所にある石をテレポートできる少年のところに片っ端から行き、俺の腹の中にある脂肪をお前の超能力で取り出してくれと詰め寄ります。もしダメなら他の少年の元に走ってください。こうして500人目ぐらいには超能力少年はいるはずはありませんが、すっかりスリムになっているはずです。広いから。喜びの声。佐賀県大崎デブ、30歳。139キロが1ヶ月で500ヘクトパスカルに。重さの単位じゃねえっつって。いやー、楽しい旅行でした。自称超能力少年たちに、空が飛べんなら俺の肉ぐらい飛ばせろ。と言うと、今日は集中できないからためよとか、月の方向が悪いなどの様々な言い訳を聞くことができ、とっちめることでストレス解消にもなりました。ありがとう。よくいるよな、あのなんか薬の瓶の中から薬出すって言うけどさ、どいつもこいつも薬の瓶の中から薬出すんだよな。他のことやれって狙うのかな。なんでわかんねえんだよな。あと耳に入れた文字が読めるやつっていうのいるじゃんか。なあ、あれ何の役に立つんだよ、よくわかんねえ。なんかこう金とかさ、玉、例えばなんかよくあるのがさ、あの金っていう字を書いて、ちっちゃく例
方の耳の中に入れたら、その中、金っていう字を書いたつもりが、点々を忘れて善だったことを、ちゃんと読んでたとかって、ちゃんと読めてたから、こいつはすごいとか言うと全然すごくねえよな。普通に新聞こうやって読めばもっといっぱい漢字読めるんだからな、あいつはな。全然わかんないんだよね、気候な。この間気候の間テレビでってやつでさ、40歳ぐらいの味なんだけどさ、3歳用の服が気候で着れるってやつがいてさ、無理からに着てるだけなんだよ、その親に。気候じゃ何でも気候って言えばいいと思ってんだよな。本当に。気候でスープが美味しくなるってやつまで言うもんなれな。続いてペンネームテレフォンもんがもんが。臭い人に朗報。ちょっと真っ白歩いてるだけでトピックスになってしまうあなた。身も心も綺麗になる方法を教えましょう。その名も、ぐるぐる大自然クリーニング。やり方は至って簡単です。面白い匂いがする人を瀬戸内海まで連れて行きます。そしてそのまま、ナルトの渦潮を めがけてぼちゃんと落とし、追い打ちをかけるように、ザブ酵素をぶちまきます。これで天然の洗濯機が出来上がり、スーパーチッキきれいになること間違いなし。喜びの声。野村岩九郎さん、22歳、職業オークションマスター。つい最近まで新宿駅を通ると、段ボールで武装した人たちに、大将メッケと呼ばれていた私ですが、今ではすっかり全身アパタイトです。このクリーニングの思い出といえば、渦の中で薄れゆく意識の中、カッパと会ったことや、僕を引き上げてくれた地引き網のおじさんの驚いた顔でした。皆さんもチャレンジしてください。まああるからなぁ。もう一枚ぐらいいきますか、ハガキン。もう一枚。ペンネーム、星野、瑠璃、東京都立川。デブに朗報。痩せなければ、と思っていても、気がつければ、5トンも肉を食べている。そんなあなたに、毎日1時間、ちょっとジョギングするだけでダイエット。これです。時間差ジョギングダイエット。まずは太陽系大小惑星、冥王星に行ってください。冥王星というのは地球に比べ自転周期が極めて遅く、冥王星の1日はだいたい地球の5年ぐらいになります。あとはその冥王星における24分の1日たったの1時間ジョギングするだけ。これであなたも無理なくナオミ・キャンベルになることでしょう。喜びの声。この喜びの声の名前が楽しくて大体採用しちゃったんだけどさ、栃木県在住コスモ星丸さん、コンパニオン。つくば万博。毎日毎日流しそうめんを延々と食べながら、マリオカートのタイムアタックに忙しい私は、1日で1時間の暇を作るのは精一杯でした。しかしちょっと冥王星に行って、たった60分ジョギングをしているだけでこんなに痩せられるとは思ってもいませんでした。150キロあった体重も今ではワッフル2個分に。健康のためにもぜひ、みんなに勧めたいと思っています。冥王星だったらね、冥王星って1日が5年分ぐらいになってんだ。すげえな。それだけは感想はすげえな。ただのさ、ダイエットのコマーシャルでさ、ダイエット、なんか、あ、じゃあ、エステのコマーシャルでさ、自分家の娘がナオミ・キャンベルになって帰ってくるんだけどさ、俺どう考えてもナオミ・キャンベルって美人じゃねえと思うんだけどな。あの娘のままの方がよっぽどいいやんな、ナオミ・キャンベルよりな。なんかな。さあ、じゃあ続いては、実践編。DK95.4 実践編。さあ、実践編なんですけど、これね、弱ってんですよ、僕。あのね、喉飴って飴じゃないですか。すごい量食べるとね、これが結構カロリーあって、大ピンチなんですよ。で、しかも大ピンチの中、今週から、まあ、実行されてもされないでも罰ゲームを変えていこうということになりまして、とりあえず今週は一応ペンネーム、ロックンロールどんぶりさんの、誰か知らない人の噛んだガムを30回噛む、なったんですけど、ガムは用意されてるんですが、これ誰のガムだかわかんないんですね。これ誰が噛んだものだか。で、一応システムとしては、口に入れたところで発表されます。これ誰のガムなのか。で、その後に30回噛むというシステムですから、これもしかしたら、別に
内田由紀さんが噛んだガムの可能性もあるわけですよ。ね、でも、警備のおじさんが噛んだガムかもしれませんし、厚生渡辺改め、白祖為三さん、噛んだガムかもわかんないわけですよ。かといってこれ俺が噛むとは限りませんからね。でいて、今回一応僕が、1キロ痩せてなければ僕が噛みます。3キロ以上痩せてれば、アルバイト、見習い松上が噛むことになってますけど、これはっきり言ってね、人間として屈辱でしょ。かなり他人の噛んだガムってのは。しかもあのさ、ガムでも腰が残ってないのも、てれっていう。何のガムがいいか、ガムの中でも。梅干しガムか、バラの香りのガムがいいね、俺としてはね。それをね、それを、噛んでもらえばですね、いいんじゃないかなっていうことなんですが、俺今回はっきり言ってね、表で怯えてますけど、松上氏はね、必要ない。だってマヨネーズ選手権アリーの、喉飴地獄でしょ。これな、一応先週までで 120.2 キロです。今週が119.2 キロに行けば、まあいいと思うんですが、これね、一回僕ね、木曜日にクリアしてるんですよ。ところが、木曜、金曜あたり、喉飴を猛烈に舐めたら戻ってんですよ、これが。で今日、ついさっきまで戦ったんですが、サウナ行こうと思ったら、この喉でサウナ行ったら危険なんですよ。声が出なくなっちゃうんですよ。わかりましょうか。俺けど、マジでガム嫌なんだよな。俺意外にね、大事なものをどっかに送るっていうのはちょっと大丈夫だったんですよ。ただ、ガムは嫌なのよ。なんかさ、ガムってこう、他人が感じるこう、白素とかうんことか、こう、他人のうんこはつかねえけど、はいはい。はい、結構静かに話してみた。だからいつもみたいには、これは全然乗りますよ。乗ります、全然乗りますね。乗りました。118。デーブちゃんって呼んでいい。デーブちゃんって呼んでいい。やば、俺今週は。マジで覚悟してた。すっごいドキドキしてた。1.4 キロマイナー、1.4 キロマイナー。だって動くことできないでしょ？飴は食わなきゃなんないでしょ？これ一応ね、今週から罰ゲームのハガキを大々的に募集します。で、痛いものとか、労力がすごいから疲れるものというよりは屈辱的だったりとか、それ嫌だろ。基本的に嫌だろっていうことを採用していきたいと思います。ハガキが生まれた人にはステッカー。で、言って、ちゃんとこの、課題として採用された人には風小僧グッズ。しかも、スタッフか俺か、どっちか実行された人には、風小僧グッズを2つ差し上げますんで、屈辱的な、で、手軽な罰ゲーム。結構面白いっすよね。あれやだった、あれやだった、あれなんてやったっけな。ハガキねえかな。後で名前フォローするけど、これこれこれ。ペンネーム、雨の菅野王子。店員が女の子のコンビニで、エロ本、買いつつ、すいません、こんにゃくはどこに置いてますかという質問をして、エロ本、こんにゃく、ティッシュを3点セットで買ってくる。これ、屈辱やぞ、すごく。マジで。動画にもですね、ペンネーム、モンチッチさんから、公開おもらしってのが来ててですね。これ紙おむつをして、おもらしするんですよ。別に痛くも痒くもないじゃないですか。だけど、二十歳超えた大人が、おもらし辛いわ。ねえ、まあ、ちゅうことで、どんどんお話しください。指番号107-06。TBS ラジオ、伊集院光のアップス。DK95.4 の係まで出るな、やっぱり。いよいよ我々、ドクブラジャー一族が、この回する時がやってきた。手始めに言うためにチームは、アブル昆虫機を買い占めろ。コードネームは、アーペス。すごいファックス来た。北海道江別市のアビル栄一さん、これすっごいありがたい情報で、多分ね、パソコンかなんかで、コンピューターで、どっかのデータベースで連絡を取ってくれたらしいんですけど、
俺の甲子園1巻から9巻まで出てます。でしかも僕が買った版はこれ定価250円の頃なんですよのやつなんですけど、これね、これ少年画報社から高裁堂出版っていう出版社で再販されてます。変わって。で、しかも一冊500円で、多分これ一冊500円で漫画の値段は割と最近の値段ですから、最近再販されてますね。それと影武者ジャイアンツなんですが、2巻パックして売ってたんですよ。ところが、3巻あることが分かりました。これはすごいな、ありがたいな、これものすごい感謝してるわ。これちょっと風小僧グッズもちょっと送りたいと思いますね。野球漫画に関する情報どんどんください待ってます。続いてのコーナーは日本一短いデブへの手紙。こういうふうにファックス1枚ね、ただこう表が書いてあるファックスだけでも僕の心の中にグッとくるもんがあるわけですよね。そういった皆さんの心から僕の心にこう一本の赤い糸を張り巡らせてくれるハガキどんどんもらってるわけなんですけども、桃井香りが多いんだけど、桃井はちょっと今回は抜かしてみるかな。ペンネーム紅色仮面下ペプシン。仮面ライダーの新しい変身方法、怪人を人間の姿のままで倒したら変身。意味ねえじゃねえか。ペンネーム DJ ディゴ。新しいドリフのオチの曲、今まではバー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 だったじゃないですか。オチの曲、ゴッドファーザー愛のテーマ。最後、よくさ、もしも病弱な、病弱な薬屋さんがいたらって言うんで、で最後こう怒りやとこう病弱な薬屋さんがいろいろ話して、最後よろしかったらお薬をいただけませんかって薬屋が言って、バー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 と、俺はよろしかったらお薬をいただけませんか、パララパ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 ラから。ペンネームナチュラリスト、留守番伝言。ただいま何者かが私の乳首を信じられない速さで連射しているところです。ご用件のある方はピーとなった後用件を吹き込んでください。ペンネーム駆逐艦冬月。ときメモで主人公が女の子に告白されたら嫌な言葉、お前の家燃やしたの私。伝説の木の下でね。これ笑ったな。ソングビ、これビルからビリー、ソングビリーかな。白雪姫をの目を覚ます方法、水害、熱いおでん。鶴さん、鶴さんのプテンライブ。熱いぞと、熱いぞとだもん。タンタンだもん、ピヨコタイだもん。あの7人のあれが来なくて、ピヨコタイが来て熱いおでん。神奈川県、ジャッツ&ペイロ。こいつからさ、年賀状来てさ、年賀状がすごいのがさ、なんかさ、なんか、こう、なんつうんかな、花の絵が、オレンジ色のこう、朱墨ってあるんやんか、赤い墨で、花の絵が描いてあるのよ。描いてあって、水が描いてあって、下に、普通の、泣きなさい、笑いなさい、いつの日か、ね、7日のって、花の歌詞が書いてあるのよ。なんかこいつにしちゃ普通だなと思ったら、その花、ひまわりの花の真ん中の部分っていうのがよく見たら、乳首にオレンジの墨を塗って、こうやってプリントしたものなのよ。バカじゃねえの。15分笑ったもん。ギャザンのペイロ、初対面の女の子との上手な接し方マニュアル。1、女の子は大きな音を聞くと向こうの方から逃げていきます。金属を木の棒などで叩いて音を出しましょう。2、ただし傷を負っていたり子連れの女の子は凶暴になっています。十分に注意してください。
さん、もしも女の子に遭遇してしまった場合は、相手と目を合わせないこと、目が合うと襲ってくるので、視線を合わせないように声を出さずじっとしていましょう。4、万が一女の子が襲ってきた場合は、衣服を手に巻き、相手の口の奥に手を突っ込みます。すると善意をなくして逃げていきます。危険な時ほど冷静に、的確に対処してください。ってこれ、山の親父。しょうがねえな俺。ペンネーム青みどろ札幌。初めてのお使いに会ったら嫌なシーン。尾行しているカメラマンに気づき、いきなりタクシーに乗り行方不明。一週間後、金髪美女をはべらし、プールサイドでフルーツジュースを飲んでいるビデオレターが届く。雨の菅の王子、マリオカートでターボがかかった時、マリオが叫んだら嫌な言葉、誰かが殺される。こんなところですかね、郵便番号107-06 TBS ラジオ。はいはい、連れてきてる連れてきてる。もう伊集院光のアップス、日本一短いデブへの手紙の係まで。Yes, TBS. いかがでしたでしょうか。エリチエムの歌で綴る2時間とバレエの本当にあのエリチエムさんの生涯、いつでも逃げられるようにこれ用意してたんだけどさ、さすがに聞かねえだろうと思って。歌うヘッドライトが早く始まっちゃったと思う人もいると思うからさ、まあ、でも今日はね、無理しても頑張った甲斐があったね。なんつってもね、あの俺の甲子園が9巻まで出てることも分かりましたしね、はい、野球漫画の情報も結構いっぱいもらいましたね。あの一応自称野球漫画マニアなんで知ってるものも結構あったんですけどね、全く知らないようなやつ、あのコロコロコミックとか出てた清原くんっていうの知らなかったな、はい、それの結構情報とかあって、そういうのが嬉しかったですね。他にもの漠然としてるけど手がかりとかもらったよ。だってね、これすごいよ、生田目鎖さんから、4番サードって漫画があって、ジャイアンツの中島と同姓同名の主人公ですごい下手なやつがいるんだけど、じいさんからどんな球でも打つことができる怪しいバットっていうのをもらうらしいんだよ。それでいて最後はライバルに、そのバットはベーブ・ルースのものだってのが分かって、最後はライバルに沢村栄治のグローブを持ってるやつが出てきてみたいな、多分つまんないと思うんですよ僕の勘では。でも買っておこうっていう感じでね。でたまになんか、あのここにプレゼントで古いどうでもいい野球漫画送ってくれるやついるんですけどね、あのここであのちゃんとお礼を言っておきたいと思います。どうもありがとうございます。あれは僕のコレクションの一部に組み込まれておりますんで、どこからこんなの見つけてくるんだろうって、生かしたやつ買ってくるやついるんでね、なんかまたおすすめの野球漫画とかあったらね、教えてくださいね。この間買った新しい野球漫画ね、月刊ジャンプかなんかにね連載してたんだろうな、なんかすごい漫画だってストーリー、最近そういうバカバカしいのなくなったなと思って、絵はすごい綺麗なんだけど、イチローの孫がタイムスリップしてきてロッテに入るっていうすごいストーリーなんだよ。で絵があまりに真面目なんでね、これマジで描いてんだとしたらすごいなっていう漫画なんだけど、誰描いたっけな、結構有名な漫画家さん描いてんだよ。あと 山田太一の奇跡、あれと全く同じストーリーで大リーグやっててるから今、私を野球に連れてって、あれもね結構最近ハマってますね。で今までのベストワンは何かって言われると難しいな、やっぱり水島もんはね、誰が何て言おうとね俺の中ではいいね。ゲストに一回水島さん呼びたいね。どんどん話してください。あの野球漫画に関する質問も待ってます。じゃあここで、うわもうこれでね。